<laughs> 上原さんもこうニュースを見て株を買ったりすることはあるんですか <laughs>、はいまあ、もちろんありますけど、うんうん、それをどう後につなげていくかというのが分かんないんですよね選挙があったからこういう銘柄をとかっていうその考えがいまいちまだ分かってないです、うんうん、あどうなんでしょうそ、はい、そのあたりあ特にその、うん そういういのってまあ短期になりますし僕の場合それ買って1日2日の話ですからまあ土日挟んでみたいな話ですけどそうなると時間効率はすごいよくなるんですよ。買って3日後に売ってるわけですから時間効率はすごいよくなるけど瞬発力というかその時その時の判断が大事になるからやっぱりそ,れをそのためにはもう毎日そのニュースであったりとか株見たりっていうのが必要になってくるから上原さんはしないほうがいいです。まあ短短期期のやつってですねそうです短期より ちょっとだ結局自分が今やってるお仕事皆さんも多分見てる方もの他のお仕事をされてる方の方が多かったりするでしょうし、はいはい、そういう人が例えばデイトレイとかやるってなってもあの前デイトレイといえどもやっぱり前の日からの流れとかっていうのはすごい大事になってくるんでなのであのデイトレイだとはいえその。 週に1回に休みだけデイトレとかっていうのを僕はするべきじゃないと思ってて、うんはい、もう毎日ザラば毎日場中に見れる人がデイトレはやった方が有利だったりするんですね。はいはい、なのでその自分の生活環境とかお仕事とかその資金の用途に合わせてトレードのスタイルを変えるっていうのも大事なので、うん、だから僕がこうやってるからそれが正解とかではなくて、うん、あの人それぞれあの向いてる向いてないやり方っていうのはあるので、それをあのちゃんと見極めてやってほしいですかね。 ずっと家にいいいる方はでですすよねそう外に出る人はなるべくそういうのはやらない方がいいと中長期の方がいいということですね特に今回はコロナでいろんなリモートワークとか家で投資できる環境が増えたのでやっぱり講座数もすごい増えてるみたいなのでやる方がすごいですよねそうですね今増えてるのでどんどん盛り上がってほしいなとは思ってるんですけどそうですね